山東省特集市でマグニチュード5.5の地震負傷者21人各地で奇妙な現象黒竜江省では25の河川が氾濫し村が破壊され副市長が流され行方不明洪水災害地の市民が市長を探し被災者は食べるものなし 習近平の出国回数急減分析・少々の災いを最も恐れ軍権掌握に急ぐ三島省特州市平原県で8月6日午前2時33分震源の深さ 10km とするマグニチュード5.5の地震が発生しました。 午前8時までに計59回の余震が記録されています被災地では計126棟の家屋が倒壊し数十人が負傷しましたが重傷者はいないとされています地震は中国北部の多くの地域で感じられ北京市民は夜ベッドが船のように揺れた北京で非常に強い揺れが感じられたと言っています 你住在地震発生後震源地域のマンションの開花はパニックで避難しようとする人々でいっぱいになりましたまた多くの住民が車で外に逃げ道路は自家用車で混雑していました各地の市民は地震の前後最大30分間空に奇妙な赤い光が現れたと話しました

山東省地震局によると今回の地震は震源から50キロ以内では歴史上震度5以上の地震は発生したことがないといいます。次のニュースです。北京、天津、河北の洪水が引く前に台風5号特摂が中国、東北地方を襲いました。 国立交渉の多くの地域では災害が深刻で、現在25の河川が警戒水位線を越え、多くの村が破壊され、人々は救助を待っています。副市長が流されて行方不明になっているという情報もあります。 王さんの家は高層にあり当面は危険はありませんが水道と電気が止まり携帯電話もすぐに電池が切れるといいます。 现在没有救援部队来支援我们，救援部队是给我们说的是来了，但是由于那个桥断了，人过不来，所以这边就是没人管没人问。这场大洪，整个就冲得非常大，这十几年都没有这种现象。嗯、以前的时候，我记得也大暴雨顶，顶顶多是没过牛了膝盖，这就算是大的了。现在是真正的就是把房子都没了，你想桥都冲塌了，几乎就没有什么东西可以留下来的了。所以，对，我觉得不光是下大暴雨的事情，可能还 国竜港銚子市でも突然洪水が発生しました4日午後地元住民の新さんが中国メディアに旧行村は2日前から連絡が取れなくなっていると語りました3日には村民の家の屋根だけが残っていました断水停電携帯電話の電波も届かず何人かは救助を求めて電波を探しに行きましたが連絡も途絶えました 3日からは国竜交渉五条市もとうとうたる洪水が押し寄せ田んぼが冠水し多くの家屋が流されました五条市と隣接する吉林省助乱市も浸水し橋が崩落し道路が損壊しました延べ13万4000人が被災し死者1人行方不明者4人と報告されています 地元市少々新報は8月5日午後、現地の宣伝部門は5日午後、ジョラン市ク副市長を含む行方不明者が見つかっていないことを確認したと報じました。しかし一部のネットユーザーはその日の正午に行方不明者4人を見つけ全員死亡したという情報を投稿しました。次のニュースです。 最近、河北省補袋市拓州市の市民は市長と書記を探すためネットで人探しの通知を出し、当局は救助に力を入れず、管理が混乱していると怒りを爆発させました。災害発生から1週間後、河北省武装警察が現地の救助活動を全面的に引き継ぎ、民間救助隊は現場から離れるよう要請されました。 救助に参加し現地取材をするために拓州市に行った中国のジャーナリストは地元政府の捜査の闇を目の当たりにし人災は天災よりはるかにひどいと SNS に投稿し人だったらこんなことはできないと地元当局者の行動を激しく非難しました地元住民によると役人は災害の実情が明るみに出ることを心配しており一つの村だけで死体が散乱しているといいます 7月29日に始まった北京天津河北での豪雨とダム放水によって引き起こされた洪水は土砂崩れなどの重大な災害を引き起こし状況は悲惨で人々は世界の末日だと表現しています習近平総書記は8月1日救援活動に関する指示の中でこの災害により北京と河北省では多くの死傷者が出ていると認めました 洪水で最も大きな被害を受けた拓州市は、北京と雄安を守るために、複数の河川から圧力を受けているといいます。当局は、拓州市が完全に水が引くには1ヶ月かかる可能性があり、その後、まだダムから放水する必要があると主張しました。8月4日、ネット上で人探しの通知が拡散され、その中には、拓州市の市長と初期を至急探してください。 何日も連絡が取れず、タクシウ氏は前例のない災害に見舞われています。庶民は対局を取り仕切る人を必要としています。真相を知る必要があります。と書かれていました。もう一つの投稿には次のように書かれていました。人探し通知、災害発生以来一度も政府関係者、市長や市党委員会初期を見ていない、緊急事態管理局の責任者は、 問題が起きていないときには毎日会議を開いて問題が起きたら全部庶民の時給にかかっている救助チームは食事の配達や寝具の提供を一般の人々に頼っているが政府部門の人々はどうか連絡が取れなくなったのかすぐに戻ってきて人探しの通知はネット上で反響を呼び次々に拡散されタクシー市民が市長初期を探し始めました 8月5日、地元の陳さんは大紀元に対して、昨日、友人のグループで皆市長や初期を探していたと紹介しました。市長や初期は午前中に視察を行った後姿を消しており、夜になってからは酒を飲みに行った姿が目撃されたとのことです。現在、これを隠すことは難しい状況になっています。 また保定志市,市長であるヤン・ジーホンはタクシー現地のサービスセンターに行きパフォーマンスとして被災者のために窓拭きやお湯の沸かし作業を手伝っていたといいます被災状況が1週間続いた後の8月5日陳さんは次のように述べました下北武警総隊から500人が派遣され本日タクシー入りし救援活動を全面的に引き継ぐという 民間の救援グループは全て撤退させられ中央政府からの救援物資も現地に到着したばかりであるそれまでの救援物資は全て民間からのもので人々が四方八方から集めてきたもので完全に民間による自力救済だった陳さんはまた現在タクシ市中心部の水は引いておりタクシーの古い通りである古老通りでは多くの店舗が水に流されてしまい 通り全体では完全に天やわんやの状況が広がっていると述べました陳さんはまた次のように述べていますボランティアはタクシー市清涼寺馬房村で至るところ死体であることを目撃した政府は民間の救援者が実際の状況の写った写真や動画をインターネットに掲載することを恐れている また、タク州での救援活動に参加したボランティアである張家さんは、ネット上に政府側の不作為、責任逃れ、さらに物資の受け取りを妨げる行動などを公にしました。陳さんはまた、民間から届いた救援物資に関して幹部たちが、もう送らないで、あまりにも多すぎて配布しきれないと騒いでいると紹介しました。 また暑い日にこんな言葉を聞かされたら誰もが腹を立てるだろうしかも停電が頻繁に発生しているミネラルウォーターまで値上がりしている現在人々はお金を寄付しても幹部にむさぼられてしまい物資を寄付したら倉庫に閉じ込められるのを恐れていると述べました地元の住民である張花さんは自身が1日で経験した出来事を公開しました 張さんは災害が続く中酒を飲む地元の幹部を見たことがあり被災状況がほとんどないと言いながら物資を倉庫に入れようとする豪政府幹部を見たり口先だけの政策を述べるが全く何もしない幹部を見たことがあると明らかにしました張さんはまたタクシーのあるチンの書記が寄付を拒否しましたがその理由が救援隊が被災者に直接物資を提供することを阻止し その代わりに彼の倉庫に物資を閉じ込めるためだったと明らかにしました。しかし、翌日にはその初期は現地からの助けを求める呼びかけを受け、5000人の人々が食べるものがない状況に直面していたことを聞かされました。タク州の一部の地域では水が引いており、政府は各地から寄付された物資を受け取っていますが、 物資の配布において再び中共政府の官僚主義が浮き彫りになり被災者が物資を得るのが難しい状況が生じています8月5日タク州の民衆は物資の入った倉庫を撮影しましたその映像には大量の物資が積み重ねられている様子が映し出されています撮影者は上位指導者の指示により物資が直接村の人々に提供されることはなく

人々が洪水に閉じ込められている状況でどうして証明書を取得できるのか印鑑がないと物資を受け取れない救援隊を入れてもらわない要するに党の同意を得ないと非合法な救助とされるんだよね最後のニュースです中共の習近平主席は3期目の就任に成功しましたが彼の日々は決して楽なものではありません 今年上半期習近平主席の外国訪問回数が急減しこれは習主席が現在多くの課題に直面しており対処しがたい状況に陥っていることを反映していると分析されています習主席が直面している最も大きな脅威とはクーデターです2023年もすでに8ヶ月が経過しましたブルームバーグは次のように報道しています 今年中国国内の内政はひどく混乱して収集がつかず経済の低迷から外相の人事交代など珍しい政治的スキャンダルまで発生しこれらの要因が習近平の外国訪問回数を大幅に減少させておりわずか2日間のロシア訪問しか行っていないこれは2020年と2021年のパンデミック期間を除いて習近平にとって最も出国回数が少ない期間である 習近平が権力を握った2013年から2019年までの間毎年初めの7ヶ月間での外国訪問日数は20日を超えていた昨年の前半期はまだ感染症が収束していなかったにもかかわらず習近平の外国訪問日数は10日を超えたまた習近平はパンデミック期間とは異なり外国の要人とのコミュニケーションを強化するためのビデオ会議をあまり行っていなかった 今年はただチェコの指導者とビデオ会議を行っただけである大西洋評議会のグローバルチャイナハブの中国問題専門家であるソウ・ブンテキ氏はブルームバーグニュースに対して習近平は現在優先的に解決すべき問題が増えており例えば経済がデフレに陥り外交部長の信号が更迭されロケット軍の上層部の腐敗や大規模な人事異動などが発生している 習近平が集権を強化するほどこれらの問題は彼自身で対処する必要があり従って外国訪問の頻度が自然と減少すると語っています最近ロケット軍の司令官や政治委員が全員交代し他の軍種でも人員更迭が行われています北部戦区政治委員だった劉青翔は東部戦区政治委員に転任されました また元空軍上海基地司令官である呉春邦中将は東部戦区空軍司令官に任命されました一方で中共の解放軍法は8月3日の一面記事で部隊の絶対的な忠誠を確保し習近平の指導に従うことを求める内容を掲載しました 一部の分析家は習近平が軍隊を絶えず粛清していることから彼が軍権の不安定ささらにクーデターを引き起こされることを懸念していると考えていますシドニー工科大学のフー・スーギ教授は習近平が現在直面する最大の脅威は一つはクーデターもう一つはカラー革命つまり民衆の反乱であると述べています 時事評論家の唐青燕氏は新東人テレビに対して中京の崩壊の危機がすでに表面化しており終末期に至っていると指摘しています東氏はこの危機の背後には中京が内政や外交政治経済の面で全面的に失敗していることの表れが潜んでいると考えています 今日嘅疫情最前线就到呢度，多谢各位收睇，守护真相，绝对唔会放弃，我哋嘅坚守需要大家大力嘅支持，更加需要大家订阅我哋嘅 patreon，我系 Zack，下次再同大家见面。Hey, I told you